こんばんは。聞こえますか？あれ？なんか電波悪そう。あ、き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 、聞こえますか？あれ？電波悪そうだよ。あれ？大丈夫ですか？うん。あ、よかったです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いしまはす。い、ちょっと待ってくださいね。よろしくお願いします。あかね、あかねさんですか？よろしくお願いします。はい。パンナコッタ好きなんですか？そうですよ。パンナコッタ大好きです。ちなみにパンナコッタって何ですか？ないの？すいません、パンナコッタってやればかわいいかなと思って作りました。ああ、はい。なんか牛乳プリンじゃないけはい、はい、ど、ありがとうなんだろう。生クリームみたいな、なんかちょっと甘い。ああ、お菓子やっちゃう。うん。あ、わかんない甘い香り。なんか美味しそうです。なんかプリンみたいな感じですか？あ、なんか牛乳プリンみたいな感じ。そうなんですね。牛乳プリンなんですね。パンナコッタ。そうで牛乳す。プリンじゃないけあ、ど。はい、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 ありがとうございます。僕の存在に意味を見出してくれたというか、なんか、ありがとうございます。一つまた成長でき、できました。はい。ファゼティフィーって知ってますか？ファゼティフィー。はい。いや、わかんない。ファジェクランのティーフィーです。プロゲーマーなんですけど、その人がずっとデフォルト出勤でやってるんで。あ、そうなんはい、はだ。い、その人に憧れて、私、一度も買ったことなくて、お金がないわけじゃないんですけど。はい、ぜひ調べてみてください。TV？ はい。あ、FAZE で、ファゼ。個人チャットに送りました。ファゼティーフェイ。はい。はすいい。ません。あ、はい。よろしければ、他の方が来るまで一緒にデュオなんてどうでしょうか？あ、いいですよ。しました。ありがとうございます。ここまで優しくされたの初めてです。だいたいあ、本当ですか？バンされちゃうんで、ディスコードで。喋り方が癖ありすぎって言われちゃって、僕はよくわかんないんですけど、その式もかっこいいですね。なんかね、はい、こ経験のおなし。団子はがい。走ってる時にちょっとだけ揺れるんですよ。揺れるんですか？そう、揺れるんですよ。どこが揺れるんですか？髪の毛、髪の毛。髪の毛か。お団子。怖い。すみません、僕、変なこと思ってました。変なこちょっと、資金、その資金初めて見ました。いや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 、あるでしょ。揺れるピッケルなの見たことありますよ。あ、なんか、ビヨーンってなってるやつ。そうですよ。なんだっけ、なんか、はい。飴みたいなやつじゃないですか、それ。飴舐めてないですよ。飴舐めてないですよ。大丈夫です。いつぐらいからやってるんですか？一応、アカウントはシーズン1から入れてるんですけど、そこまでめちゃくちゃやってるわけじゃないっていう。そうなんです先見て、ね。ショットガンやってるじゃないですか。ショットガン持ってます、私。いりますか？あ、持ってます、持ってまあ、す。シ大ョッ丈夫ですトガか？ンだけ持ってまます。ぐれで頭に当たっちゃった。あ、やばい、後ろからやあ、りまましした。ずか。心臓の息子にやれました。やられました。安倍晋三の息子だった？すごい、安倍晋三の息子もやってるんだ。全体嘘でしょ。プロゲーマーいるんですけど、好きな、もう一人、うん、誰ですか？おにぎりみたいな、おにぎり？おにぎりアートって言われてる人です。あ、知らないですあ、ね。本当ですか？おにぎりアートっていう人が資金を使ってて、お魚の資金。あ、これ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 、お魚だ、お魚。これ羨ましいんですよね。これ欲しいなって思ってたんですけど。めっちゃ撃たれてんじゃないですか、これ人。知り合いっすか？なんでこんな撃たれてるんですか、僕。初期資金だから。初期資金はやっぱりなんか初期資金でいじめられるって言うんですけど、本当ですかね？だってと、はい。今度、あかねさんが言うなら課金してきますよ。50万円ぐらい。そんないらないでしょ。大丈夫ですか？いや、50万とかいらないでしょ。本当ですか？うん。すげえ。あ、こんにちえ、は。誰だ？一あ、応。ダイアッチじゃん。あ、ダイアッチ、こんばんは。こんばんは。あ、パンナコッタです。て本当かですか？ね、はい。あかね、あかね、あかねえ、普さん。段から、はい、はい、あかねさん。はい、あかねさん。はい。大丈夫ですか？じゃあ、一緒にやりますか？大地くんも。大地くん。大地くん。大地くんじゃなくて、どなたでしたっけ？ダイ大地。ヤですね。あ、ダイアン君、一緒に。ダイヤ。ダイヤ。
え、二人はよくやってるんですか。そうですね。職場が一緒なんですよ。え、すげえ。職場が一緒で二人でゲームやってるんですか。そうですよ。そんな羨ましいことあるんですか。え、すげえ。いやでも場所が一緒っていうだけで、はい、お店は違うんですよ。あ、そうなんですね。え、二人は付き合ってるんですか。付き合ってない。あ、付き合ってないんですか。すいません、なんか付き合う予定とかもないですか。ないないない。あ、よかった。え、パンナコッタさんって何歳で、はい、24でしたっけ。24でしゅ。お仕事されてる。あ、はい。一応やってますしゅ。え、どんな仕事ですか。床屋でしゅ。床屋。やばいな。え、皆さんおいくつですか。あ、ずぶり19。いや、お若いですね。なんかすいません、なんかおこがましくて、おっさんが。ゲームなので、年齢は関係ないですよね、多分。そうですね。はい、あ、すいません、ありがとうございます。なんか言わせたみたいになってしまって。本当に申し訳ないです。やばい、あかねちゃんを守らないと、後ろから守りましょう。笑いんだけど、これ。撃たれた？あ、なんか撃たれました。はいはい。すごい、あの、遠距離からショットガン撃ってる人いますよ。え、ヌーブじゃん。あ、僕もヌーブです。マジかよ、うまっ。この上にいまっしゅ。やばい、死んじゃうぞ、これは。やばいぞ、死んだ、やばい、死ぬ、あ、やばい、あ、死んだ、あ、やばい、あ、すいません、あ、すいません。ダイヤくん、あ、ダイヤの輝く、ん？ダイヤのように輝くおじさん。いいですね、ちょっと何言ってるか分かんないです。いや、おめえだよ。よろしくお願いしますダイヤくん。お願いします。よし、あ、これ知らない、ラトニさんが入ってますね。メルニさんからね。あ、そういうことなんですね、ちょっと、挨拶ですね。ラトニーさん、よろしくお願いします。います敵、捕食できない。敵が捕食できない。捕食って何？敵いませんね。捕食って何？さっきアリーナで15キルのクリシット。え、ここ、え、ゲップですか今の。なんだ今の。敵でしょ、今。ゲッパかと思いました。え、お二人は結構ショロビクロイとかもできる人たちですか。ショロで。え、それ普通に喋ってそれなんですか。はい、あ、はい、これ普通でしゅ。パンマコッタさん。はい、これあげます。どうしたんですか。あれ、それのライン。それのはいはいはい。これで、あ、これは、あ、シールドポーション、ありがとうございます。これはアカネさんのシールドポーション。ありがとうございます。なんか意味深だけどやめてくんない。すいません、なんか、はい、変な意味になってしまいそうで怖いです。自分が怖いです。ダイヤ君もアカネさんのシールドポーションを狙ってるんですか。どういうこと。アカネさんとダイヤ君はなんか職場は同じだけど部署が違うみたいなこと言ってたんですけど、どうやって知り合ったんですか。ゲームですね。あ、ゲームで。え、すげえ。なんか KC サーバーっていうのがあるんですけど、はい、KC サーバーで、あ、どこ住みなのみたいな話になって、はい、あ、何々県だよみたいな話をしたら、はいはいはい、あ、何々県のどこに住んでんのみたいな話になって、え、で、あ、どこどこだよみたいな、え、めっちゃ近いんだけど、え、どこでバイトしてんのって聞いたら、はい、職場の同じ場所なんで。そんなことあるんですか。運命ですね。めっちゃ面白かったよね。え、それで付き合ったんですか。え、付き合ってないって言ってるじゃん。あかねっちはあれやから、彼氏さんおるから一応。あ、いない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 。え、僕、や、大丈夫かな、彼氏さんに殺されないか。別れたもん。別れた。メンヘラの男の子だったんで、わかりました。とんでもない野郎ですね。なんかされたんですか。いや、なんかね、いきなりツイッターで、受会行きたいとか。はい、本当ですか。本当だよ、はい、本当。なんだっけ、あの、ほら、自殺メンションの滝じゃないや、はい、崖に行きたいとか。え、かまってちゃんなのかな、みたいな。そんなことは世間は許してくれませんね。世間許してくれないの。あ、こちら HQ、ミニポーション捕食。捕食せんなし。あ、戦ってるわ。あ、了解です。NW とか N 側で。ダイヤ君よろしくお願いしまし。おめえも戦えよ。行きまし。こっち側でボールが戦ってますね。ボールが戦ってる。はい、ボールが戦ってます。ボールが戦ってるの初めて聞いた。ここでボールが戦ってます。ボールが戦ってんのか。そうか。これどうしましたか、ダイヤ君。いや、ボールは戦ってないでしょ。ボール戦ってないですか、これ。え、大丈夫かな、これ。敵をしっかり捕食します。まさきいる？やめなさいよ。誰が来たの？あ、ゆうひくんか。あ、もう一人います。やりました。あ、ナイス。ナイス。あ、ゆうひくん、お久しぶりです。お久しぶりです。
誰ですか。ちょっと待って、知らないのよ。ちょっとおかしくない。はじめまして。はじめまして、よろしくお願いします。ちょっとおかしいです。よろしくお願いします。あの、覚えてます。覚えてます。あ、よかった。はい、誰ですか。チャドドラさ、なんかすごい初心者みたいな動きしてない？あ、すいません。いや、ノラの話してんだけど。あ、ノラの話してんだ。いや、でも、ありです、そういうのも。やばい、どうすればいいんだ、これ。どうすればいいんだ、あ、やばい、閉じ込められた。閉じ込め、なんだこれ、やばい、やばい、マッシュが、やばい、やばい、やばい。あいつですよ。あ、それ危ない。危ない。あいや、すいません。めっちゃ強かった。次、あの、よくわからない子供入れますか。誰のことですかね、それは。よくわからない子供だって。ゆうひくん、ゆうひくんよろしくね。何歳ですか、ゆうひくんは。21歳。それもいいですよ。あかねさんはあれですか、彼氏ができたらゲームできる人の方がいいですか。え、できる人の方がいいかな。すごい。あの、ゆうひくん、そういうのいいから。あ、すいません。ええってこと？違います、大丈夫です。あの、ゆうひくんがちょっと風邪ないようで。え、これ、はい、高根さんのフレンドですか？あ、そうですよ。今日から友達ですよ。今日から友達か。俺とは？え、誰ですか？俺は知らないと。あ、うん、茜ちゃん大丈夫か。よしよし、守ったじゃん、守ったじゃん。あ、ダイアチジュース飲む。あ、ジュースあるらしいでしゅ、茜ちゃんのジュース。無理なんだ。やばいやばい、俺のジュース。いや、本当にそういうの無理です。面白い、この人誰、この人。ありがとうございます。いや、本当にあの、こんなこと初めてなので、あの、スカイプチャンネルで募集した時は、はい、喋ったらいきなりバンされたので、ディスコード。普通のオーナーですかね。え、バカにしてるんですか。いや、してない。ゆうひくん飲んでいいよ、それ。尊敬してます。あ、大丈夫ですよ、俺デカポニコモヤツなんで。あ、じゃあ、パンマさんで。あ、いいんですか。いいですよ。よかったです。あんなクソガキに飲ませなくてよかったです。あれ、ゆうひくん、ゆうひくん、ゆうひくん、友達だよね。あ、友達だ。やっぱそうですね、友達ですよね。あ、そうですね、よかった。わかりやすいのにだ。やばい、やばい、やばい。あかねさんのタイプはどんな男性ですか。タイプ、はい、おしゃれな人。あ、おしゃれな人、おしゃれ。なんか好きなブランドとかあるんですか。いや、ブランドとかはないけど。はい、なるほど。あ、でもなんか最近欲しいなって思ってるのは、はい、ビビアンの財布。あ、はい、わかりました。明日買ってきます。やばい。ビビアンの財布買うために来年までお金貯めようと。あ、そうなんですか。いや、けなげだな。明日買いに行きます。うわ、やばいって。ほんまに笑い疲れる。ちょっと笑いすぎてお母さんに怒られたよ、さっき。すいません、なんかすいません、僕からお母さんに何とか言っときました。お金の力で。そうです、お母さんにも。じゃあ、ビビアンのバッグを。どんなスペックのパソコン使ってるんですか。このパソコンですか。こんなコスプのパソコンのスペックが気になります。コアイ7の、はい、コアイ 7?5?3?、はい、コアイ3ですかね、これ。あれです、ノートパソコンでやってます。ノートパソコンでやってる。あ、大学の時に買ったんですけど、大学辞めてしまったので、ゲーム用のパソコンになりました。あ、エリア、エリア外だ。本当だ、どうすればいいんですか、これ。エリアの方に走ってくる。はい、わかりました。わかりました、危ない。あ、ゆうひくん、あの、近づかないで。初心者なのに。オッケーです。はい、もう一人来てる。みんなこれで。ショットガン交換しません？え、ショットガンですか？交換しましょう。交換しましょう。これとですか？はい。あ、これってなんだ？壁だ。あ、やられちゃいました。あ、やばい、アーメン。アーメン、笑う。アーメン。やば。お、ナイス、お、うまい。ダイヤのおじさん、うまい。あー、どうまいです。あ、マジか、そっちか。それは、魚資金が悪い。